はい、こんにちは。さあ、今日なんですけれどもね、今日はね、こちらショットカムですね。で、ショットカムなんですけど、これ今2個持ってますけど、これピント合うかな、どの辺だ、この辺か、 あった。これがですね、ショットカムの、ジェネレーション4っていうので新しく出たんですよ。で、まあ、今までねこの旧型使ってますけど、まあ、新型どこがどう進化したのかっていうところをねレビューしていきたいなと思います。で、おそらくね動画の本数とかもそうだし、打ってる球数とかを考えても、おそらく日本で、一番ショットカムを使ってるのは僕だと思います。なんでこのショットカムヘビーユーザーが、しっかりとねレビューをしていきたいなというふうに思います。はい、じゃあまずね、ショットカムのこれがね旧型のショットカムで、新型なんですけど、外観としてはね変わってるのは、ここ後ろのところね、このキャップのところかな、変わってるのが、この見えるかな、ピント合い、ピント合い、ピントがあった、キャップのところの回すこのね溝が、まあ、旧型こうやって縦に入ってるだけなんですけど、この新型の方はなんかこうチェッカリングみたいな感じで縦横に溝が入ってるんで、まあ、回す時のグリップ感がちょっと良くなってるかなっていう感じですね。はい、でその他はね、なんだろう、ちょっとこの正面のレンズのとこかな、違うの、正面のねレンズのところがちょっと見た目が違うかなっていうようなぐらいですかね。はい、が、外観上の違い。あとはねほとんど変わらない、重さとかも、別にそんなに大差ないかなっていう感じです。はい、であと変わったところ、ここはね僕は結構嬉しかったところなんですけど、わかるかな、USB のポートです。 USB のポートがですね、新型の方は USB のタイプ C になりました。前のやつってね、ミニ USB だったんですけど、まあ、今回のね、ジェネレーション4ではこのポートが USB のタイプ C になったよというところですかね。そこはね結構、嬉しかったところですね。はい、その他、まあ、実はねいろいろと変わってるらしいんですよ。で、まあ、内部のところで言うと、まあ、積んでるプロセッサーが速くなってたり、それから、Wi-Fi の速度も速くなってますよということなんですが、ここでねただ Wi-Fi 皆さん気をつけてくださいね。このショットカムって、Wi-Fi 積んでるんですけど、日本の技適通ってないんで基本的には、Wi-Fi 機能は使っちゃダメです。はい、で、あとねメモリも、旧型よりも新型の方がメモリが増えましたっていうところで、まあ、当然ですけどね新型の方が性能が良くなっているというところなんですね。はい、で、まあ、とはいえね一番大事なのは撮れる映像ですよ。で、この新型ね、旧型は撮れる映像がですねマックスで、1080p の 100fps っていう、映像なんですね。で、新型の方になると 4K で撮れます。はい、もうこの、ね、4K っていうのが、まあ、すごくねこう大きなアドバンテージになってるんですよね。はい、で、まあ、ちょっとねまずは映像、実際に撮ったちょっと映像を見ながら、その辺ね見ていきたいなというふうに思います。はい、じゃあ皆さんもね見慣れてるとは思いますけれども、まずはこの旧型のショットカムの映像をご覧ください。
はい、じゃあ見ていきましょう。まずはね、旧型ですね。でこれは、1080p っていう画素数になりますんで、横が1920の縦が1080かな。で 100fps、 でこの 100fps っていう意味なんですけど、1秒間に100コマ撮ってますよっていうような意味合いになりますんで、まあ、1秒間の間に100回シャッターを切ってるみたいな感じかな。でそれをつなぎ合わせて映像にしてますよっていう感じですね。じゃあまあ見ていきましょう。じゃあ再生します。うん、プレイ出てドン割れた。うん、まあこんな感じですね。はい、まあいつも皆さんがね、僕の動画で見てるそのまんまの映像です。うん、じゃあ今回のショットカムのジェン4、こちらの映像を見ていきましょう。はい、これがですねショットカムジェン4の映像になります。でこれね 4K で撮ってますよ。 4K ね、 4K なんでこうパッと見ただけでも、例えば手前とか奥のなんか草の感じとか奥のバックストップとかも結構綺麗に映ってますよね。うん、でもうこれね、実はもうツッコミどころがいっぱいあるんですけど、ちょっとまあまあまずは再生してみましょう。はい、はい、ということでまず皆さん、クレー見えた？多分ね、僕の動画って結構携帯とかで見てる人が多いと思うんですけど、クレー見えた？マジちっちゃすぎて見えなかったでしょ。うん、でもう一回ちょっとね、あの映像を確認していきますね。で、はい、ここなんですけど、まずね 4K なんで、あの画角が広くなってるんです。でそれによって何が起きたかっていうと、真ん中の上、これなんか映り込んでるなって思うでしょ。これね、重心なんですよ。あの銃の先端が映り込んでしまってます。うん、でね、これなんでこんなことが起きてるかっていうと、まあ 4K になったことでバッとこう映す範囲が広角になっちゃってるんですよね。うん、でこのね、まあカメラとかでも広角のレンズを使う、要は映す範囲を広げるっていうのをやった時って、あのいろんな現象が起きて、例えば蹴られって言って、あの画面の4つのこの角があの黒くなっちゃうような現象とか、あのレンズによってね起きたりするんですよ。で要はそれとね同じ現象がまあ起きてるのかな、これ。だからあの画面にずっと上にね重心が映り込んじゃってんの。でこの重心が映り込んじゃう、まあそこの部分って結局使えないじゃないですか、映像で。でこれどうするかっつったら、まあやるとしたらクロップって言って画面の使えるところだけを切り抜いて引き伸ばすとかっていうやり方になっちゃうんですよ。でさらに言うと、あのこれ 60fps、 1秒間にあの60コマしか撮ってないんで、そんなにねスローにできないんです。だからむちゃくちゃね、再生速度がやっぱ速いんですよ。ちょっともう一回見てみましょうね。はいはい、ここからドンドン、速いでしょ。でこれだとさすがにちょっと映像的に厳しいかなっていうのがあるんで、今の映像をちょっとね、再生スピードをちょっと下げて見てみましょうかね。再生スピード下げたのがこちらです。はい、ここでクレーが出ます。はい、で再生スピード今下げて見てもらったんですけど、結局ね、要は撮ってるコマ数が多くないからカクカクしちゃってるんですよ。これカクカクしちゃってるから、ちょっとこれ映像で使うのは厳しいっていう感じになるんですよね。うん、でじゃあこの下の
2.7K っていう解像度があるんですね。で 2.7K だと 120fps で撮れるので、まあちょっとそれで見てもらおうかなと思います。はい、こちらがね、2.7K の解像度です。まあこれでもね、見てもらって分かる通り、上のところにねちょっと重心映り込んじゃってるんですよ。まあちょっとこれで一回再生してみますね。これで、ドン。まあこれ 120fps で撮ってるんで、今ぐらいの再生速度でもこうカクカクしないっていう感じで、まあようやくこれで使えるかなっていうレベルなんですよね。で、実はこのショットカムの Gen4 ってなんかアジャスタブルズームとかって書いてあったから、まあ 4K でもこうやって広げないでしっかりとこうズームかけてやればいいのかなと思ったら、これね、光学ズームとかついてないんですよ。で、何かっていうと、これただのデジタルズームで、さっき僕が言ったクロップじゃないけど、こうやって今皆さんが見てるような映像を要は切り抜いて引き伸ばしてるだけのズームなんですよね。で、見てもらった通り 4K で撮っちゃうと重心は入っちゃうし、広角すぎてクレーなんか全然見えないっていうので、もうね、なんか使い物にならないんですよ、映像が。だからね、これちょっとさ、ショットカムもさ、もし 4K を歌うんだったら光学ズームでしっかりとズームかけて 4K なら 4K の画素数で出すっていうことをやってくれないと、もう使えないよね。まあ、実用性がない 4K っていう感じですよね、僕に言わしたら。で、まあ60fps であんなカクカクしちゃうし、であれば実際に使えるところっていうと 2.7K がマックスなのかなっていうふうには思います。だから、やったショットカムでとうとう 4K だって言って飛びつく人はやめた方がいいです。マックスで使える解像度は、2.7K だと思っといてください。で、もう基本的にはこの 4K から、まあクロップされたものっていう感じですね。で、もうこれね、割ともう突っ込んだ話をしちゃうと、この解像度ってどこまで重要かっていう話なんですよ。で、僕みたいにこうやって YouTube とかでなんかこうショットカムの映像を載せるっていう人だったら、確かにまあ綺麗な解像度でこう出したいっていうのは分かるんですけど、このショットカムを買おうかな、どうしようかなって悩んでる人って、基本的にはまあクレーをやってる人が多いと思うんですよね。で、クレー射撃で、要は自分がクレーに対してどうやって銃を振っていって、どこで引き金を引いたのかっていうのを確認したいっていう人がほとんどだと思うんですよ。で、その用途で考えた時に、さっき見てもらった通り、4K だと全然クレーが見えないレベルで、まあ、2.7K でどうにか使えるかなっていう感じなんですけど、正直な話、1080p、フル HD の解像度で十分にことが足りちゃう。なんで、まあはっきり言っちゃえばこれいらないです。僕みたいなマニア以外はいらないです。はい、で、金額のこと言っちゃえば、これね、10万ぐらいするんですよ、新型って。で、旧型がね、6万7000円とかそのぐらいなのかな、今で。まあ関税とかかかるから、まあ7万円ぐらいで、こっちがまあ10万円ぐらいで、この価格差を見た時に、俺はね、こっちはね、いらないと思う。っていうか、ショットカムふざけんなって感じもうこっちでいいじゃねえかよっていうレベルです。で、ほんとこれさ、 4K ですごい映像が撮れるよって歌うんだったら、きちんと光学の、ズームで、実用的なね、ものをちょっと積んでこいよっていう感じです。はい、で、まあさらに言っちゃうと、まあこれ、こんな話をし始めるとあれなんだけど、あれ、どこやったかな、
4K の撮れる小型カメラってなってくるとねまあこれはしょうがないかもしんないけど、こいついるじゃないですか、 GoPro で。まあこれもね、4K じゃない、これ 5.3K まで撮れるのかな、うん、で同じような小型カメラで、わかりますよわかりますよ、まあこっちって GoPro って需要のね、まあバランスというか購買意欲のある人ってむちゃくちゃいるんで、こっち行っても10持ってる人しか買わないから全然そのね販売する台数とかも違うんでわかるんですけど、値段がねどうしてもこう全然違っちゃう、こっち5万ぐらい、こっち10万で倍の値段するんですよこっち。だからわかるんだけどね、値段がそうやって高くなっちゃうっていうのは、たださ一ユーザーとして見た時に、まあどっちも小型のカメラで 4K 撮影できるってなると性能が全然こっちの方が上なんですよ、うん、まあ使用用途が違うからそんなこと言っちゃいけないのかもしんないけどね、うん、ただ僕の、まあ、主観としてはまあ、もちろん使ってはいくんですけど10万の価値は正直ないっていう感じです。はい、まあなんでもね、もしショットカム悩んでる人がいたら、本当に映像とかを綺麗なのを残したいとかっていうんだったらまあまあこっちですけど、普通に使う分にはというか、まあ、クレーで、まあ、どの辺自分が打ったのかな、クレーの上打ったのかな下打ったのかなっていう確認するだけだったら旧型で十分だと思います、はい、っていうのが、まあ、僕のね、結論かなっていうところなんですね、はい、はい、ということで、いかがでしたでしょうか。まあこれねちゃんと僕自分でお金払って買ってるんで案件とかじゃないんでね、言いたいことを言わせてもらったっていう感じですが、参考になったでしょうかね、ではもしよかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた。